こんにちは、かほです。すいません、ちょっとね、今傘をさしてて、いつものこれ山坊主をできないんですけど、今私は富士山に登ろうとしています。富士山というとですね、だいたいまあメインのね、有名なところは吉田ルートっていうのがあって、5合目からね登れるんですよね。ただ私は今回は1合目から登ってみようと思って、はい、今はねこれ馬返しっていうところですねにいるんですね。で、本当は私今日0合目の浅間神社っていうところから登ろうと思ってたんですけど、雨がね降ってて、ちょっと天候がよろしくないので、急遽ね予定を変更して1合目のこの馬返しから登ることにしました。で、私、ま、意外にもというか富士山初めて登るんですよ。なのでね、すごいドキドキワクワク楽しみです。日本一高い山、そして世界遺産でもありますからね。はい、ということで、まあ、ちょっとねお天気が悪くて幸先ちょっと悪いですが、はい、スタートしていきたいと思います。今回は1泊2日で富士山に登ります。1日目は馬返しを出発し、5合目の里小屋で宿泊します。2日目は吉田ルートで山頂に行き、須走ルートで下山します。この動画では1日目の様子をお届けします。馬返しの標高が1450メートル、今晩宿泊する里小屋の標高が2230メートルなので、1日目は800メートルほど登ります。馬返しまでのアクセスは富士山駅からバスです。片道30分で料金は500円です。ちなみに馬返しには簡易トイレがありました。もう登山口からもうすぐ1分2分くらい歩いてきたんですけど、目の前に鳥居が見えました。馬返しのね鳥居ですね。馬返しの鳥居の両側には合掌する猿の像があります。猿は富士山の使いと言われているようです。鳥居をくぐると富士山みそぎ所というところがあります。はい、こちら富士山みそぎ所というふうに書いてあるんですけれども、ま、富士山神聖な場所ということで、富士山に登る人はここでね、以前はこうみそぎを受けてからお清めしてから、こう山にね登っていくという、ようなふうになっていたそうです。で、これ見えるかな、この看板、これはい、富士山山頂への、看板標識ですね、こっちの方に進んでいきます。もうちょっとね雨強くなってきてるけど、まあ、樹林帯の中を歩くのでね、それほど影響というか、まあ、そんなに濡れないかなと思うんですけど、はい、どんどん上に登っていきたいと思います。鈴原社、鈴原社、はい、というところに、やってきました。で、ここがね1合目でしたね。私さっき馬返しのところで1合目からスタートですって言ったんですけど、馬返しは1合目よりちょっとね下の方だったみたいですね。で、ここが1合目、1520メートルですね。スタート地点が1450メートルだったので、70メートル上がってきました。いや、まだまだですけど、はい、でちょっと暑かったので雨具を脱いで、はい、ここからどん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 上がっていきたいと思います。こちらはレッキス小屋跡といって、以前小屋があった場所です。レッキスというのはカルピスに似た飲み物らしく、この小屋で売られていたそうです。
はい、雨が止みました。よかった。で、さっきまでね傘さしてたんですけど、傘意外と便利ですよ。まあ、登山の原則はこう両手を開けた状態で登ることだと思うんですけど、まあ、雨がね強いとどう頑張ってもレインウェア着てても、まあ、濡れるところは濡れちゃうので、傘があると結構ね快適に歩けるかなと思います。はい、三軒茶屋と呼ばれる場所に到着しました。で、ここが3合目です。で、私の後ろにちょっとね小屋の跡のようなものがあるんですけど、ここに昔は2軒小屋があったそうです。で、小屋が2軒あったんですけど、名前は三軒茶屋っていうね、三軒、はい、ということでちょっとね面白い名前ですよね。で、別名ここは中敷堂とも呼ばれています。で、下の方、麓の上吉田の方から朝早朝登ってくると、ここで、まあ、昔の人はね昼食を食べたらしいんですよ。はい、ということでようやく3合目まで来ました。里小屋、5合目の里小屋ですね、まではあとね1時間半くらいですかね。今の時間は12時くらいなので、2時間歩いてきたという形になります。はい、この先もどんどん歩いていきます。はい、今は4合目を目指して登っているんですけれども、雨はね小雨降ってるか降ってないか分かんないくらいなんですけど、まあ降ってますね。はあ、晴れてほしいんですけどね。はい、で今回ですね、1合目から、まあ、本当は0合目から登ろうと思ってたんですけど、富士山に登ろうと思ったのには理由があります。一般的なルートはだいたい5合目からね、出発して山頂を目指すルートですよね。なんですけど、私 3700m の標高に行ったことがなくて、ちょっとまあ高山病も、まあ、心配だなっていうのもあって、1日目こう下から登って、5合目で宿泊して翌日山頂に行くっていう形にして、なるべくこう高いところにこう体を慣らすというような意味も含めて、まあ、あとはね下からどうせだったら登りたいっていうのもあるんですけど、はい、そんな感じで1合目から今回は登ることにしました。はい、4合目に到着です。で、この4合目は大黒天という場所なんです。で、昔はここに大黒小屋っていう小屋があって、開運の神様ですね、福の神の、開運大黒天を祀っていたそうです。すごくね縁起のいい場所ですよね。はい、ということでもう標高ね 1900m 超えて 2000m 近くまでやってきました。はい、ということで5合目目指して登っていきます。
ここは御在師浅間神社という場所です。建物の隣に御在師という大きな岩があります。御在師は神が寄りつく石という意味があり、昔から信仰の対象だったようです。 4.5 合目を出発し、5合目まではもう一踏ん張りです。はい、車道に出ました。こんな感じでね、登山道じゃない舗装路を歩くところも一部あります。で、少しね、こういった舗装路を歩いてまた登山道に入るといった形です。ここまでね、まあ車で来られますからね、はい、そこを歩いてます。道路から登山道に入ってどうだろう、5分くらいかな、歩いてきて、はあ、里小屋見えました。これ小屋の裏に着いた感じかな。やったはい、5合目の里小屋に到着です。今の時間が14時で、10時にスタートしたので4時間ほどかかって到着しました。だいたい標準タイムですと3時間くらいでここまで来れるので、まあ、ちょっとね1時間くらいゆっくり余分にかかったかなっていう感じですね。で、今晩はこの里小屋に宿泊して、明日の早朝富士山の山頂を目指して出発したいと思います。はい、ということで、まずは今日1日目は、5合目のこちらの里小屋までやってきました。ということで、次回はですね、この里小屋に宿泊している様子をご覧いただきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺りでおしまいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。